皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いいたします。今日の動画ブログは日本国末端技術研究所というテーマでお届けいたします。先日山形県鶴岡市のですね、秋山鉄工さんにお邪魔しました。で、秋山鉄工といえばですね、秋山修造さんという社長さんがいらっしゃるんですけども、この秋山さんという社長さん、非常にですね、アイデアマン、そして人をこう驚かせたりとか感動させたりするのが大好きな、社長さんなんですね。私もですね、今からそうですね、秋山さんを知ったのは3年ぐらい前になるかと思います。で、こうご縁があって、おととしの9月に、新潟にお呼びして一回講演会を開催、主催させていただきました。で、その秋山さんなんですけども、その後ですね、なんと、本社の他にですね、日本国末端技術研究所というですね、日本国工場の方にですね、社屋を1個建てたんですね。で、それが、このビッグライフ21というんですか、21というんですかね、この本に、紹介されてます。9月号。去年の9月号ですね。そして、この方ですね、表紙になってますね。これが秋山社長ですね。で、書いてありますね。ここにはね、秋山鉄工、日本国末端技術研究所、堂々竣工ですね。で、子供たちのものづくり拠点。鶴岡少年少女発明クラブ併設ということでね、ちょっと面白い建物を作られているんですね。で、私、駒行ってて、ここの中に入りました。で、1階の方はなんかこう倉庫とかあるんですけども、2階の方は、その半分はですね、子供たちのアジトということで、先ほど言いました、鶴岡少年少女発明クラブというのがね、がこう部屋があって、そこで、まあいろんな発明とかね、こう工作をやったりとか、いろんなことをやってるようですね。で、私が行ったのは土曜日の午前中だったんですけども、隣でいろいろとね、子供たちが来て、いろいろなんかこう、ね、アイデアをこう実現するのかな、工作やったりとか、いろんなことをやってたんだと思います。で、これ、で、もう半分はなんかジャズのビッグバンドですね。ビッグバンドにこう、お貸ししてるようで、本格的にね、楽器とか全部、ドラムから、アンプから、全部置いてあって、あと譜面とかね、いろいろの置いてありますけど、そのためにこう、貸してあるそうなんですね。で、この、いや、結局はですね、地域のためにということで、こういうことをやってられるようなんですが、ここまでね、ちょっと本格的に建物一棟建ててですね、こういうことをやってるのは、日本全国広しといえども、なかなか、中小企業ではないんではないかなと思います。それで、このですね、秋山社長のですね、この取り組みですよね、もうぜひ、こう、ちょっと詳しく見てみたいという方は、このビッグライフ21ですね、これ、秋山社長から私何冊かですね、いただいてきたんですね。で、こんな感じになってます。はい。地域の子供たちと会社の未来のための振興旅行に堂々完成とね、これぞ変人社長って書いてあるのがあれすごいですね。この本あるので、もし、ぜひ読みたいという方がいらっしゃいましたらですね、プレゼントをしたいと思いますので、ぜひですね、電話でもメールでも、Facebook でも何でもいいんですけど、私の方にご連絡ください。秋山社長の記事が読みたいと言っていただければ、私の方からお送りしたいと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そしてこちらにですね、秋内はカドカドチャンネルの登録のバナーが出ているかと思いますので、こちらをクリックして登録もよろしくお願いいたします。